はい、どうも矢沢です。増田です。いやなんかこの前、ね、スーパー GT の第2戦取材行ってきまして、はい、山中湖のね、岩手で2人でだいぶ酔っ払って喋ったってましたね、あれは。あれがなんか妙に評判いいらしいんですよ。で俺がこれまで80本以上一人で喋ってきたのは何だったんだっていう感じなんですけど、ありがたいです。ありがたいですね。何がバズるか分かんないですけど、まあ視聴回数自体そんなに伸びてないですけど、意外とでもなんか見ていただいた方から良心的な感想をいただいて、まあ、シリーズ化を望む方もいらっしゃったりするんで、まあ調子に乗って第2弾作ってみましょうっていうことになったんだけど、これで悪かったら怖いですねで、まあ、GT から帰ってきてまだ1週間経ってないか、はい、5日ぐらいか。で、まあ、そのネタをもうちょっと引っ張りたいなというところで、今日何をするかというと、まあ、大反省会と銘打ちまして、はい、で今日は GT の時に撮った写真、自分が撮った写真を、はい、初めて彼に見せるということをやろうかな。で、YouTube をご覧になっている方的には、1個前に、今撮ってる、見て、うん、今見ていただいているこの動画の1個前に、実はもうスライドショーとしてスーパー GT の132に取材した、写真をスライドショーに上げてるんですけど、もしまだそれを見ていない方はそちらを先に見ていただいた方が宣伝ですね。いや宣伝ですよ宣伝ですし、あのそれから我々の会話を見ていただいた方がより面白いかなという感じなので、まず見てない方はそちらもご覧ください。はい、はい、ということでご覧いただいた手でここから話しますけども、はい、で彼にもまだ見せてないんですよ。見てないです。見てないんです。なので、そんな彼の新鮮なリアクションを、お楽しみいただきながら、ここからはですね、我々はちょっとワイプにするんですけどポイント、はい、一応最初はもうノンストップで11分ぐらいなんですけど、はい、11分をあの見ていただいて、はい、で一番身近でレフォーは、パリがレフォーアテなんですけど、はい、レフォーアテをしていた人間として、ねはい、でただ最初はあのカメラレンズに関することだけ言って、はい、女の子がうんぬんとか、はい、現場エピソード的なのは後で止めてちょっと回想しながら切り取って話していくんで、はい、最初はとにかくあの改造感みたいな、はい、改造感みたいなところで、ねはい、まあ、基本静止画じゃないからね、はい、これあの自分いない時に撮ったやつですね。すごい大きいけどこれ全部開放で撮ってるんですよね。全部 1.4 で、はい、絞りも100、あ、絞りじゃねえ、ISO感度も100で、はい、あとはシャッタースピードって変えてる感じ。おーすごいシャープ 1.4 だと薄いていますけど結構ガッチリ合ってますね。そうなんだよね。だって目にも合っててこのいや85の 1.4 のさ、はい、最初に使ったのは去年11月だけど、はい、それは友人に夫婦に頼まれてさ、はい、まあ50過ぎた記念に撮ってくれて言われた時に、はい、まあ変えてみたんだね、はい、でまあ一応ダメ元でズームを一応保険で持ってきたんだけど、はい、もうちょっとね、単焦点の見方が変わった。ああ、すごいきっちり合うし、はい、シャープネスもすごいし、はい、あとやっぱさ、まあ、この髪の毛が綺麗。そうです。俺はまさにそこを言わせたかったんで、すいません言わせたかったもん。だから髪すごいじゃん。はい。だって目にピントを来てるのに、あのズームレンズとかだと開放で撮ると目にピント合わすと髪の毛結構ぼやっとするじゃないですか。すごいよね、はい、髪の毛の再現度とかカリッですね。でロゴもんそんなにボケてないですね。開放だともっとボケるかなと思ったんですけど 1.4 開放値の見方も変わりますね。これは単焦点だけじゃなくて単焦点で例えば多少開放でもこれだけもうすごいはい。
けボケてるのもいいですけど、空撮っちゃっても素敵ですね。おーすごい。オールアバートに乗せて、同じタイミングに乗せてんだけど、はい、そっちはニコンの D5 で従来の割と絞ったきっちりキャンギャルショットを撮ってるんだけど、こっちはわざとそれと相反して、もうロゴがボケようが、なんなら画角に入ってなかろうが、もうとにかく女の表情とか、そういうまあそのレンズの魅力をどこまで引き出せるかというカット、まあ自己満だけど。いやいや、でも 1.4 でこんだけパキッパキにちゃんと服装も見えてるんで、ちょっと今までの解放の考え方と変わりましたね。どうしても我々仕事の時ってそのロゴとかがボケないように絞ってたのに、 1.4 でこんだけ顔にもロゴにもピンときてるんでしたら、今後の撮影方法が変わってくるんじゃないかな。で普段こんなに飛ばさないし、はい、こんなにサイドも上げないんだけど、はい、まあまあこれはまあコンセプトを変えて撮ってるっていうのもあるんだけど、はい、あともう一つ驚かせるのは、はい、これローゲンズじゃないから、あ、JPEG から、 JPEG だからね、まあソニーの JPEG だからできるんだと思うですね。まあその話はまたあれですね、言いますけど、本当に普段とやっぱり全然テイストが違いますよね、表情のチョイスも。やっぱ晴れてると違いますね。髪の毛のハイライトすごい素敵で、ここまでこれ見てきてなんとなく気づかない、それがすごい怖いんですよ。なんだろうと思って、いや現場にいた君じゃないと気づけないことだね。わざとそうしたんだけど、はい、いや聞きゃなんてことないんだけどさ、はい、これ曇りとかじゃなくて表情じゃなくて、いや時系列なんだけど、あ、これが撮った撮った順なへぇ、だからここで ARTA で初日の最後じゃん、はい、これ、はい、ここからあの2日目2日目の朝の、はいはいはい、本あ、本当はだから日差しの向きも変わるし、はい、色も変わるし、あ、ここ、こっちで撮りましたよね、あー、これちょっと人がいなくなって撮ったときだ、空バックになるわけですね。あーでも本当スタジオで撮ったみたいですね、ここまでするんですね、はい、でもすごい綺麗、ほぼほぼ修正してないからね。それこそあの明るさと色だけってことですよね。明るさ、だから肌感とか、はい、もう全然別に何もレタッチしてないから、レタッチしたみたいに綺麗ですけどね。まあ吹き出物がすごく目立っちゃうことか、うん、そういうのが、まあ、ちょこちょこっとそれを消したぐらいかな。だから輪郭線とか一切入れてないし、肌の、まあ、そういうポイントで消したぐらいで、はい、いや仕事でやってるとさ、やっぱり効率って考えるじゃない、はい、そうした時にやっぱりいかに後処理が楽かっていう大事です。それはもう考え一番大事ですよね。カーミスもいいよね、はい、まだ晴れて見てるんですね。前俺ニコンでさ、はい、50ミリとさ、はい、あと35ミリか、はい、古いやつ、ちっちゃいやつを持ってたんだけどさ、はいはいはい、その時はもうさ、もうピンがシビアすぎて、はい、いや、あれは、まあ、しょうがない、比較しようじゃないけどね、はい、やっぱ光景のデカさを正義って言うじゃないですか。光景のデカさだけじゃなくて、やっぱりあれは時代の変化ですよね、レンズの作りが。だからさ、別に俺オールレンズ否定派ではないのよ、まあ、それはそれで味わいみたいなのあるけどさ、はい、やっぱり仕事とかね、そういうことを考えると、はい、最新最高のものをなるべく使いたいというのが次々、はい、おお
君の梅干しの気をしますみたいな。最近でも原さんもいいんですよ。結局これサードビーチじゃねえ。それは偶然ですよ、ね。39号車ビーチ。いや、やっぱり佐藤さんの言い方はそれなんだ。でもここまでボケるとさ、よっとかくや教室で言いがちなさ、首切り口差し女とか言うじゃん、ここまでボケてるとさ、首切りでも気にならないよね。そう、口差しでも串刺してることがボケてるって。実際現場で串刺してたら、首切りだなんて言ったらさっと押せなくなるよな。髪の毛が綺麗、本当に。そこは俺もやっぱりね、後で見て驚いた。これはあれですよね、一番環境が悪かったと。でもここまで行くんだよ。で、場所の悪さが良さに変わってて、あ、かっこいい首切りだね。気になんないですけどね。すごい。え、この時結構曇りでしたよね。もうこの辺はもう終わりの方だから、で、今回ノーストだったんで全部レフ板のみで、それだけ。これだともうゴール結構近づいてた頃ですよ、もう覚えてます。4時とか自分が片付け出そうとしてしまったぐらいですもん。ちょっともうそろそろ最後です。ここはもうほぼほぼ日差しないぐらいですね、もう前も後ろも関係なかったので、レフ板にであるのかなと思って、こうやってでも仕上がった写真見ると綺麗に入ってますね。でも 1.4 でも自分は 1.4 使ったことないんだと思ったんですけど、周辺押しとかも全然ないですね。すごいなと思ったね、改めてさ。すごい綺麗。でもやっぱいいレンズ使うとその分フォトショップいらなくなるってことですね、こんだけ。あとはフォトショップでいかようにもできるという言い方もできる。いい素材になるってことですね。そうそうそう。いや、でも新鮮な魚をさばくみたいなもんですね。そのとおりです。いや、なんかよくうちらも言うけどさ、安いカメラで写真撮ってるのは、切れない包丁で魚さばいてる板前と一緒だっていうさ、あがりです。いや、本当に言っちゃえばもう中華料理みたいなもんですから、濃い味付けでごまかすっていう。あ、中華料理屋を敵に回したね。いやいやいや、それは良さじゃない。中華好きですよ。まあフレンチもそういうからね、もうやっぱり素材は地理的に難しいからソースが当たってたとか言うんだよね。これだってあれ、あ、ほら、さっきの写真で言ったもう後ろだってコース、照明ついてたからね。おう、いや、だってあれ、薄暗かったですもん、言わなきゃ分かんないじゃん、はい、そうさ。全然最初のこと変わらないです、一番最後の、いや、曇りに見えないですね。綺麗に紙にハイライトが入ってるって、自分が曇ってるんで、もうハイライト諦めてたんですけど、ちゃんとこれとかすごい逆光のように。曇りでも全然逆光に見えますね。そうなんだ。そう、まあ、ここからはちょっと個別に見ながらっていう感じなんですけど、まあ、ここはね、いなかったの、留守番してました。留守番してました。で、この時がさ、まあいなかった、この時だけいなかったからなんだけど、普通のこれ、通路が、通路というかさ、トランポの裏側で、車が通ったり、人が、アウンサーが通ってるようなところで、実は後ろにすげえファンに囲まれて撮ってる。そうなんですね。ここ人気チームだからさ、それ5人揃って出てきたら、やっぱファンたちはラッキーと思って来るじゃん。だからもう、岸、後ろ囲まれちゃったけど、
うん、まあ時間もない中で早めにしてたんだけどさ、はい、これは屋上一番最初らへんですよね。この壁、赤壁前は最初の1チームだけでしたよね。そうなんだよ、結局そうだったんだよな。あとずっと入ってない、人が入って、場所取りされちゃったの。そうです。プラスあと2組目が衣装赤かったからっていうのがあったと思います。視聴者の方に説明しておくと、はい、サーキット取材というのはサーキットに行けばレースクイーンが来てくれて取材できるってもんでもなくて、実は、まあ、とりあえず手順としては、まず大会 主催者に、申請を出します。こうするフォームがあるんですけど、ネット上に。で許可が下りると、書類が送られてくるわけですよ、申請書で。そこに、まあ、署名な厚印やら、まあ、媒体責任者の印鑑やらいっぱいやって、その書類3枚ぐらいか、それを持って、サーキットに行って、サーキットの入り口のところでそれを出して、ああなんとかさんですねって確認が出たら、仮パス持った状態で、サーキット内に入っていって、そこのメディアセンターというところの受付に行って初めて、あ、初めてじゃない、そこであれか、準備だけされないか、パスは入り口の前にな、っていうところがあって、初めてサーキットで取材していいですよってなるわけですよ、はい、で、ただそこからどうやって動くかって言ったら、大体実質大体60チームぐらいあるんですけど、60チームそれぞれに取材を個別に申し込まなきゃいけないんですよ。で、昔は自分がやり始めた20年前っていうのは、まあ個別に申し込んでその場で撮れるんだったらその場で撮らせてもらって、ダメだった時には時間決めて、じゃあ何時からしましょうって言って最後尋ねていく。それでまでの時間をチームを回るっていうことでやってたんだけど、そうすると非常に効率が悪いわけよ。で、まあ絵がかりはするんだよね、はい、各チームのトランスポートの後ろにあるからロゴも入ったりとか、タイヤね、積んだりところで拝見してるとサーキット感も出たりするんだけど、その代わりまあ狭いし、はい、場合によっちゃ暗くなっちゃったりとか、はい、あと一番最悪なのは、うちらがやり始めた時にお客さんが囲んじゃう、はいはいはい、そうすると通路を塞がっちゃう。そうするとメカニックの人が仕事ができなくなっちゃったり、はい、最悪ドライバーが通れなくなっちゃったり、はい、なんと俺らも悪くなる、はい、っていうことで取材止められちゃったりとかすることも多々あったんで、はい、まあ、ファンの人たちの気持ちも分かるんだけどね、はい、分かるんだけど、一人一人に罪がなくてもそれが20人30人になっちゃうと、まあ、ちょっと問題になっちゃって、はい、でそういうことが昔あったんで、今はなるべく目立たない、さっきとそれぞれポイントがあるんだけど、そういったところに基地を構えて、まあピットウォークであるとかそういったところで、このいわゆるレースクイーンたちを仕切っているコントローラーさんと呼ばれる代表の人に、ここでやってるんでお時間のある時に来てくれてませんかっていうお願いをするんですよ。で来ていただいた方を、まあその時順番に取っていくっていうやり方なんですけど、まあこの前の宿の中でも話したけど、今回特にタイトルね、はい特にタイトで1人1分から1分半だね、はい、どのチームものんびりやれた感じなかったんじゃないかな。いつもだったらやっぱり次のチームがいるから早くだったんですけど、うん、次がなくてもこのチームの時間がないからすぐっていう感じ、うん、そうなんだよね。だから本当に挨拶してありがとうございましたと思ってる感じだし、はい、もう取り始めれば即催促されるみたいなさ、はい、感じだったね。まあ、そんな中で、はい、米だけ取ってあげてすごくないってすいません、言うの遅かったいや、すごいと思います。今回特にやっぱりこういう、アザーショットというか、うん、カメラ変えてのショットも含めて、でもこれ撮ってたとおり、まあ、オーラーワードを見てくださってる人だったら大体わかると思うんですけど、あのまず全身カットをちょっと引きで、俺は膝ついてちょっと煽りで撮るんだ、その方が足が長く見えるんだね、はい、でそこからだいたいちょっと寄って膝上、それからウエストアップ、はい、でそこからもう一回じゃあ振り返ってくださいって振り返ってもらって、また下がって、はい、また膝ついて、全身膝上、はい、ウエストアップって撮ってるわけですよ、はい、で前は時間がある時には椅子出してもらって座りカット、はい、で9パターンあと集合写真っていう感じで撮ってたんだけど、はい、今回はこれがあったんで椅子のカットは全部排除して、でウォーターバートもだからまあ従来の通りに、5.6 以上絞って、はい、
まあ、ちゃんとロゴマークもつるように配慮しながら撮ってるけど、はい、こっちは完全にもうポートレート風ような感じのボケ感出してっていう風にして、はい、全部横にして撮ったんだけどさ、はい、結局これはまあ本筋の写真じゃないからおまけだからさ、はい、最悪ステーカットもあってもしょうがないなと思ったんだけどさ、はい、俺それ感心したのが、はい、132人さ、はい、一応全部形になってるじゃん、はい、この子どうしようも使いようがねえなって一人もないというところで改めてレースクイーン の、はい、あの被写体としての力はすごいと思って、はい、だって多くても10枚ぐらいしか撮ってない、はい、少ない子だと5枚ぐらいしか撮ってない、はい、いる中で、はい、ちゃんときっちり表に出せるカットが撮れてるんだよ。しかも風もだいぶあったじゃん、はい、で正直風で使えない子も結構いるのか、はい、使えない子っていうか使えなかったカットもあるのよ、はい、でも132人全員、うん、とりあえず表に出せるクオリティの表情を撮らせてくれてるじゃん、はい、プロですね。例えばこれのね、はい、煽りで撮るじゃん、はい、あ、女の子そうですよね。そうでしょ、女の子煽りで撮るって基本ご法度じゃんか、はい、でも煽りで撮っててもさブスになんないじゃん。そうそれすごいなと改めて思ったよですね、うん、ちゃんと分かってるんですね。分かってるんだと思う。だから撮影会を漏れなくやってる子たちじゃない、はい、だから一般のそれこそ本当に上手いアマチュアの人もいるだろうけど、はい、本当に初心者でまだ始めたばっかりっていう人に対しても、はい、ちゃんとあのいい写真を撮らせるという、はい、だから俺これあの褒め言葉なんだけどさ、はい、勘違いをさせる仕事じゃん。そうっす。いや今思いました。勘違いさせてんだろうなって思いました。そうだからあ俺ってひょっとしたら写真うまいかもっていう勘違いをさせたらモデルの勝ちじゃんか、はい、でそういうことたち、そういうことを日々やってきてる人たちだし、はいはい、でそこで勘違いした人は、はい、これあの全然けなしないですよ。勘違いした人は、はい、俺この子と相性がいいかもと思ってファンになってるわけだ、はいはいはい、確かに他の子撮ってうまく撮れなくて、うん、その子撮ったらうまく撮れると思う。もう特別感が完全こうなってくるよね、はい、写真を撮られる行為っていうところが一つの握手会みたいなもんだよ、はい、アイドルでいうところ、はい、ファンと一番交流が身近になる瞬間ですよね。そうそうそう、だからやっぱりそうやってね、うん、いい写真を撮らせる仕事をしてきてる人なんだろうなっていうことを俺はまあ改めて、はい、だとポージング指示なんてしてる暇ないし、ないないからさ、こっちじゃあはいじゃあこれ高めの買いますじゃあこれでいきますって言った時にカシャカシャカシャって撮ってるだけじゃん、はい、それでもやっぱりちゃんと使えるカットを全員が撮らせるんだろう、はい、全員だっていうのはすごいですよね。で結構煽りで撮ってる理由っていうのは、はい、まあ現場いたから分かると思うけどさ、はい、結構後ろ人いたりするんだよ、はい、だからこれはあの、メインスタンドからコースに向かってこう撮ってるわけだけど、はい、実はこの後ろ側に柵があってそこにお客さんがこうやってさっていうかな、はい、あのコースを見てたりするんだけどそのまんま整体で撮っちゃうと思いっきり入って、はい、いくらボケてるとはいえ思いっきり入っちゃうんで、はい、うん、ちょっと煽りにしてるんだけどさ、はい、それでもちゃんと結構な至近距離で煽ってんだけどね、はい、これが整わせるっていう人がそれだな。そうですよね。だからこのこの時寄ってるわけなんで今回3年生あ10今回2000年生まれがね、5人ぐらいかな。はぁーすごい来たら変わってきて来ましたね。これでさ、はい、今ちょっとここでかけて実はさ、これトイレマークなんで、はい、トイレマークだけどここまで儲けるとわかんねえっていうさ、はい、女子トイレのやつはこの発射で隠してるんだけどさ、はいはい、男子トイレはまあ儲けるだろうなと思って修正しなくていいっていう、はい、そのこれさ、これがまさにライトがついてますね。ライトがついてるんだよ。それぐらい暗い。そう。でもこれぐらい撮れるっていう。すごいのがさっき柱あったじゃないですか。もう柱って分かんないぐらいボケてましたね。だから午前中かな。これのもっとボケてるのがさっきあって。なんかもう柱って分かんないレベルでしたよね。あ、これとか。これぐらいボケてると綺麗なの。これも分かんないよね。むしろすごくいい。柱に見えます。いやもう思いっきり撮るんだけど。いやこれで見たらすごいですけど、現場あの場所でを知ってる自分が言うとめっちゃこういう絵になるのがすごい場所ですよ。トイレトイレにボロボロの柱って。そうね、
大丈夫なのかな今日と思いながら、うん、それが、こんな綺麗になってるんですね。しかもこれ時も曇ってましたよね。いや、ここは晴れてる、まあ、はい、これはまだ午前中だから、はい、晴れてるってもなんか結構、うん、あれ一番だったら環境的に厳しかったのは、はい、レイブリックじゃね。もうこの時、もう今日は終わりかなと思いましたもんね。あと雨、まあそうね、だから本線のグリートウォークあたりから降り始めて、本線始まる、本当にスタートしたのに合わせたぐらいに雨降ってきたからね。で、何でしたっけ、あの一旦中断しましたよね、セーフティーカーが入って、はい、これとかまあしょうがないから、もう明るい方向かせてさ、はい、でこっちから光が入ってるところで、はい、もうレフも効かないじゃん、こんなところだと。レフも効かないですし、あの自分が入るスペースなかったですから、ね、普通に脇にお客さん取ったからね、こうガンガン取ってたからね。なんなら矢田さんの横からレースを見ようと、そうそう、よくここに入ってくるなっていう。まあだから雨降っちゃったから、結局雨宿りも含めてね、屋根のあるところがみんな入ってきちゃうから、それはまあしょうがないんだけど、むしろ普通に錆びてる鉄骨だからね。それが結構今いい味になってますよね。本当は雨止まなかったら残りのチーム全部ここで取ることになりそうだったのが、はい、まあ結果的にこの1チームだけですよ。しかも去年のチャンピオンチームだから、ね、はい、レオンもさ、はい、フライとかで黒で取ってるけど、なんかこっちの方がなんか、まあ、コスチュームの色合いもあるけど、はい、なんかこっちの方がなんか決まった感じがするんだよね。ですね。あと多分横の壁の赤反射なんですかね。なんかいい感じにシャドウが赤く起きてて。それもあるか。はい。これとか全部多分隣の壁の反射ですね。結構離れてるんだけどな。でもやっぱ黒のね、光ってるから。思えば個人で言うとね、この個人はね、結構ニカッと笑ってる顔が多いんだけど、はい、1枚だけこのちょっとアニューな、そうで、これが一番いいなと思って、あとさ、俺さ、パシフィックなんだけど、はいはい、ここ、はい、もうここすごいでさ、この一番最初のさ、はい、このあーシモさんさ、はい、で、この時は誰か似てんなと思いながら、はい、言ってましたよね、終わった後もずっと言ってて、はっと思ったのが、はい、あの絶対言ってもさ、分かんないんだけどさ、はい、撮ってるくせに分かんないんだけどさ、はい、もう乃木坂辞めちゃったけど、はい、あの若槻由美ちゃんにそっくりだね、この角度が特に、はい、知らねえだろ、はい、で、そう思って、あー若槻さんだって思った後に、はい、それでこの次に、はい、これもわかんないだろうけど、うわ、井上さゆりだと思ったんだよね。わかんないと思うけど、この2人、乃木坂そっくりじゃんと思って。まあ、なんで俺さっきの千本さんでも、はい、一人に若槻由美とリンクしなかったかっていうと、はい、スタイルが全然違うんだよ。はいはいはい。あの若槻さん自身は小柄なんだけど、はい、彼女は、はい、千本さん小心だから、はい、あんまりピンとこなかったんだけど、顔立ちはすごい似てるなと思って。まあ、この辺の柵をうまく使いつつも、はい、完全にこっちからの角だからね、はい、いやこれほんと綺麗にいきましたね。そう、あと風を味方につけられるか敵に回すか選手権だったでもやっぱ子供たちも上手かったですよね。うまいよね、だからそこやっぱプロだよな。普通の子だったら結構手にあのワキワキするとちゃんと押さえてすぐにリカバリーしてきていただいて、で流すとかちゃんとこうやって流して分かってるなと思いました。あとまあレースクイーンの子たちに言いたいのは、はい、あの風の強い日に触覚をやめてほしい。確かに飛ぶもう全部ヒゲになるからさ、はい、だからもう一層結んじゃうか、はい、下ろしてて片方に寄せてくれるとわりかし風が強くてもなんとか処理できるんだけど、はい、触覚はどうにもなんないからな。こういうのって女の子自分で髪型作ってる。基本そうだよ。基本そうだけど、チームの指定の時もあるし、はい、あとは女の子同士で今日どうするみたいな、はい、あえてお揃いに
したりとかっていうのもあるからね、はい、いろいろ、だから今日も全員巻いてんなとか、今日、はいはい、夏はなんかもうみんなアップにする、はい、こういう時帽子があるチームはありがたいんだよね。ですね。だからまあなんか今回のさ、撮影で俺すげえね、もう再認識したけどさ、はい、あの仕事で撮ってるあのカメラマンはさ、はい、制約の中でどれだけやれるか戦略的で勝負じゃん、はい、で俺は思ってるのは時間的制約と空間的制約と金銭的制約だと思ってるんだよ。はいはいはい、まあ現場ここでは金銭はあれだけどさ、はい、でも実際時間と空間じゃない、はい、でその限られた時間でその空間でどう絵にするかっていうところをひたすら問われ続けるという2日間だったよね、はい。全身の写真はさ、俺はバトルの捨て全身の写真っていうのは俺はルーティンでいつも撮ってる写真だから、はい、そこはもうなんとなくここでこうやればなるっていうのは方程式ができてるんだけど、はい、今回これは俺的初挑戦だったので、はい、まあまあ面白かったけどね、はい、85っていうちょっと中望遠使うっていうのも珍しいですよね。いつも2470。まあ取材だとね、はい、作品撮りとか本当になんていうの、はい、取り下ろしグラビアとかさ、そういうんじゃない限りは、やっぱり取材だと、はい、どういう条件にも対応できるっていうところも大事だから、中望遠なんて一番使いどころないです。そう、使いどころないところを今回使ってみて。35とか50の単焦点だったらまだ使いどころあるけど、はい、それだと単焦点の良さなかなか出ないですね。そうなんだ、保険にもあるんですし。で135、まあ最近ソニー出たけど、はい、あれだとちょっと離れすぎなんだ。離れすぎですよね。いやもうあれはもうそれこそ仕事で使いにくいですよね。それは本当に乗っ腹にさ、自然の中に連れていくとかさ、そういうんだったらいいけど、もう街中とか人がうじゃうじゃいるところで何か絵を切り取らなきゃいけないっていう時にはなかなかしんどいとは思うよね。空間的制約ある中では一番85ギリだと思うね。便利とは言わないけどギリだと思う。これでもだって全身に言おうと思ったら相当引かなきゃいけない、はい、ウエストアップだからどういうことだろう。この、はい、ちょっとまあ5メーター、6メーターとか、まあ普通に声が届く範囲で撮ってられるけどね、はい、うん、いやますます欲しくなりましたよ。いやもうこれは20番でしょ、はい、なんか一つでもさこれじゃないとっていう仕事が入るとさ、はい、なんかそれ引き金になるんだけどさ、はい、今のところ確かにこういうふうに挑戦的なプラスアルファですよね。うちのスタジオで 85mm ってなかなか使えねえ。バストアップだけなんで、本当にバストアップだし2台目のカメラにつけといてですね。で今ってさ、はい、その水着グラビアでそんなボッケボケの撮ったってお客さん喜ばないからね。確かにもう生っぽいというか、そうそう、毛穴まで映してくれぐらいの方がさ、はい、多分お客さんのニーズじゃない。だから本当にポートレートでもうセクシーにできない売れっ子アイドルなんかを綺麗に可愛らしく撮るにはすごくいいレンズだと思うよ。確かに。ああ、そういう意味では本当に今向けですね。今向けだと思う。だから俺わざとこれ今向けのライティングじゃなくてしてんの、はい、もう今のグラビアっていうのは全部逆光じゃない、はい、俺がやり始めた頃ってさ、はい、もっときっちりかっちりライティングしてる人が多かったし、はい、雑誌もそういうものが多かったし、そもそもグラビア誌がいっぱいあったし、はい、っていうところだったんだけどさ、でグラビアアイドルっていうものが明確にあって、はい、今もあるけど、はい、人数とか、はい、もうその注目される具合が全然イエローキャブとかあって時代だからさ、はい、でだって今じゃ考えないけどレースクイーンの子たちが表紙になってるんだもん。ああ確かにそういう時代ですよ。今のアイドルたちなんかはやっぱりそういう風に撮った方が、だって水着でセクシードーンっていうのはまた別ジャンルになってきちゃってるからさ、うん、漫画誌の表紙とかそういうところでは、まあ、旬なもうちょっと年齢層の若い10代の子たちを撮るにあたってはそういう方がいいんだろうね、はい、なので今回は私もそれに挑戦してみました。最もなんか俺らしくない写真でしたいや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 、らしさなんて時代によって変わってきますから。なんかさっきの勘違いなんですけど、やっぱりいい機材使うと自分が上手くなった錯覚に陥りますよね。
なるよ、俺今すげえ錯覚してるの。いやだからさ、これさ、この前話さなかったけどさ、はい、あの前にほら2人でさ、はい、東京ガールズコレクション撮影取材しちゃいってさ、で帰り報告書だから同じ電車帰ってきたじゃん、はい、で幸い席が空いたから、まあ、2人、まあ、横並びでさ、はい、パソコンでデータをそれぞれバックアップで作業をしながら雑談してた中でさ、はい、たまたま某あの人気アイドルさんの某、はいブランドの同じ、まあ、瞬間か、はい、角度は、まあ、ポジションが違ったから若干違うんだけど、はい、ほぼほぼ同じ画角で、はい、同じ瞬間を捉えたやつを、まあ、見比べたまたま見比べることになったんだよ、はい、その時に全然違ったじゃんか、あれはつらい、うん、だまたあの亀原になっちゃうんだけどさ、はい、俺はほらあのD5 に300の一発の単焦点に2点をテレコンで、はいはい、君はあの D5S に何だったっけ、はい、200、500ですね、の2本のズーム、はい、あれは F 値は変わるの？変わらないです、5.6 5.6 固定か、はい、で見た時にさ全然違ったじゃんか、はい、で別にあれはただに腕ではなくて機材の差だとは思うんだけど、はい、それがでも実力になっちゃうんですよ、ね、そうですよね、結果ですから、ね、結果的にさ、でもあの時に見比べたから、はい、こんなに違うんだと思って、はい、ちょっと一瞬3人ばかもしれない、顔見しも調べて、いや本当に良かったとか、藤谷のマップにもちょうど売り切れてたんですよ、一世代前のでもいいですかねとか言い始めてさ、やめとけって言って元と出ないからやめとけって言ったんだけどさ、いやでもそう思うぐらいさ差があったじゃん、はい、でもあれ見比べてなかったらさ、はい、その200、500で取ったものが、はい、でが自分のてっぺんで何の疑いも持たなかったわけじゃない、はい、そういうことは多々あるからさ、はい、だから俺はだからね、いい機材を使うっていうのは表現の幅を広げてくれるなというふうに思っていて、はい、まあ。いや高いのは高いなりの理由もあるし、はい、よく安いのは安いなりの理由もあってさ、はい、うん、写真で生活していく我々としては結果が全てじゃないですか、機材がって言い訳にならないです、じゃあいい機材買えばっていうなってくるんで、だからもちろん趣味でさ、はい、限られたお小遣いの中で楽しむ人たちにとってはもちろんその無理のないね買い物をして安くて、なるべく自分にとっていいものっていう選択ですが、まあ全然 OK だと思うけどさ、仕事ってなってくるとやっぱりね、頑張りたいなと思うよね、まあ費用対効果とかそうなんですよね、そうそうそう、だから85買うかも悩みますし、全然あの金銭的に買えるんですよ、知ってますよ、全然買えるんですよ、はい、優先順位ってあるじゃないですか、買うためのそこ、でもちょっと不思議なんだけどさ、今さっき趣味で撮ってるカメラマンさんっていうか趣味の人たちの話をしたけどさ、はい、趣味で買うもんって俺逆になんか糸目つけないけどね、でもかといって予算があるじゃないですか、もちろんね、うん、俺楽器とか別に採算取る気がないからさ、はいはい、まあ、欲しいなと思ったら20万の楽器を買っちゃうけどね、はい、いやでもその20万買うにしてもやっぱり他を我慢しなきゃいけなくなるわけじゃない、あとレンズに至ったらだってあの例えば 10年ローで買ったとして5年後には新しいカメラが出る、レンズカメラが出るわけじゃないですか、そしたら10年ローにする5年ローにする意味があるのかっていう話じゃないですか、すっげえ嫌われるけど、はい、あのもうここ十何年機材をローンで買ったことない、ええ、だからそれは仕事の人の話し今趣味の人の話してたんでしょ、すいません声が大きくなってだから趣味の人はだってほら投資できないわけじゃないですか、お小遣いからあとなきゃいけないですし、まあ、ローンで買うとか、あのお金貯めて買うとかじゃないですか、そうなってくると、あとまあ奥さん問題な、はい、まあ、ってなってくるとやっぱりそのローンで買うにしても5年後に新しいの出るのに今これ買うのかになってきますし、いやー余談なんだけどさ、俺の地元の仲間がさ、はい、80万円のさ、はい、ベースを買ったのよ、はいはいはい、で散々俺に相談しててさ、はい、それでアマチュアでさ、はい、いやーあれ買った方がいいかなって言ってさ、はい、こっちもちょっと内心面白がっちゃって、はい、いや真面目なこと思うんだよさ、はい、欲しいと思ったら絶対買った方がいいよ、20代これ、20代これ買った方がいいよって言って、
で、そいつ買ったのよ、はい、で、それ奥さんに見つかってさ、はい、あんたが、いいからちょっと待ってね、はい、いやでもさ、これ一生もんだからさ、はい、って一生やる気だもんって言われたんですけどまあまあ、分かりますね、ベースをそういい年してやるって。でもその奥さんだって、はい、ちゃんと結構音楽に理解ある奥さん、はい、そういうきっかけで結婚してるんだけど、さすがにね、奥さんになって言うことが変わってくるみたいな、ね、そうなってきますよね。フィルム自体は一生ものでしたけど、そうね、だからそれはあるよね。まあだから俺一回さ、だからそのフィルムからデジカメに移行した時代知らないでしょ、はい、まあ俺もギリなんだよ、俺30過ぎてから始めてるから、はい、世代的には本当ギリで、フィルムカメラの透かしっぺを嗅ぎにおいを嗅いだぐらいの感じなんだけど、はい、そんなぐらいなんだけど、でもやっぱりもうデジタルになってから家電になっちゃったからね、はい、デジタルカメラ一眼レフというものはさ、あとはホワイトバランスなんていう概念はそこから来てるからさ、はい、そうですね、うん、それまではだってビデオカメラの用語だったからね、はい、ホワイトバランスなんていうのは、フィルムの時代の人にカメラで ISO を変えれるとかって言うと、そのびっくりですよね。でも変えてたよ。でもフィルムに800のフィルムがあって400のフィルムがあってじゃないですか、うん、それをあえて変えてた。あ、それ DV 補正じゃなくて、はい、あの100の感度のやつを使った時には、はい、明るくするのは EV じゃなくて、はい、ISO 感度80にしてるんです。はいはいはい、そういうやり方で上げてる人もいた。なるほど。あとホワイト変える時はだってセロハンだからね。ですよね。今知らないんじゃない、若い人、あのセロハン入れるあのフィルター四角いやつ、差し込むやつですね。でもあれはだから何ていうんですか、あの ND フィルターとかをプラスするのに自分は持ってたりしますけど、うん、ですね、まあそんなことだいぶまた長くなっちゃう。はい、はい、僕はこの動画見てちょっと癒されますで、まあこのなんとなく2人トークはシリーズにしていけたらなと思っていて、で、まあ、一応カメラ、写真、あとは、レースクイーン絡み、まあ、彼はレースクイーンに関してはあんまり知らない、はい、4年間ついてきてるんだけど、はい、あの全然覚えてない。すっごい覚えたじゃないですか、今年めっちゃ頑張って覚えてたじゃないですか。だって、まあ、だからレースクイーンが好きで、はい、あのふんがふんがしてついてくるようなやつだったらだったら俺は連れていかないけど、適度に冷めてる方が、あの仕事としてはあの連れて行きやすいからさ、頑張って思います。もうちょっとでもチーム名とかさ、はい、女の子の名前はあの業務だと思う、業務だと思う、業務だと覚えて、そう、業務としては覚えてる。でまあまあそんな感じでいくつかまあテーマを決めて、なんとなくこんな今日も結局30分オーバーかなしてるかな、まあ、大体30分ぐらい、前回48分ぐらいになってそれも切っちゃってるんですけど、はい、まあ、あんまり長いと最初からクリックされないんで、はい、マックス30分ぐらいしようかと思っているんで、はい、またね、ご興味ある方、ご覧いただきまして感想などコメントいただけたりとかですね、なんかお題をいただけたりするとありがたいですね。嬉しい。皆さんが何気になってるのがすごく気になります。そうね、まあ、どうしてもうちら仕事目線の話にもなってしまうけど、あとつい撮ってるの忘れて普段話になっちゃいますよね。なりますね。切りがありませんけども、はい、ここで今回この辺で、じゃあ終わり方が分かりません。なんか YouTuber さんとなんか作るんじゃないですか、ドバイビーみたいな。俺の世代だと斎藤勢力のバイナラになるんだけど、知らないですよ。バイナラはでもなんかたまに聞くことはありますよ。あ、そう。まあ、なんか、キャラクターが言ってたりするじゃないですか。いや、前ならじゃないですか。前ならでした。グダグダ。